北口南口ロータリーには、からくり時計が設置されているホーム、行田市駅は、埼玉県行田市中央にある、秩父鉄道秩父本線の駅である。乗り場第二次世界大戦後から1960年代後半に、かけて、行田市の地場産業の公共に比例する形で、秩父鉄道の各駅の中でも熊谷に次ぐ、利用者数であったが、それ以降の利用者数は減少している。 最も乗車数が多かった1965年の3620名と比べると現在は4分の1程度まで減少している。それでも2019年度の利用者数は秩父線3 5駅中6位となっている。自治体名を関する駅であり、急行電車も停車するが街の中心部からやや離れており利用者数はそれほど多くはない。年度ごとの1日平均乗車人員は 以下の通り、1945年から1968年まで旅客乗車実績、発送首相荷物数、発送貨物扱い量行田市の市街地に位置するが、中心部からやや離れている。田畑、住宅、河川が広がっており、近隣にコンビニや飲食店はほとんど存在しない。北口にはタクシーは常駐していない。 ロータリーにはバスが停留できる設備があるが、定期営業している。バス路線はない。市の中心部方面であり、市街地が広がっている。タクシーが常駐している。飲食店等はわずかにある。すべて南口から発着する。以下の路線バスのほか、東京農業大学第三高等学校、東京重則大学深谷高等学校のスクールバスが発着する。 ありがとうございます。